長岡市が大手通りで整備を進める米百俵プレイス未来へ長岡の先行オープンに向け、機運醸成イベントを開催しました。講師はメディアアーティストとして世界的に活躍する落合陽一さんです。未来へ長岡に長岡市初の公立図書館五尊文庫が移ることから、本に造形が深い落合さんがデジタル時代の本の読み方について語りました。聞き手は新しい図書館に入る本を選んだブックディレクターの幅義隆さんです。イベントには定員の2倍を超える応募があり、250席の会場は満員になりました。本に触れない日はないという落合さん。本は創作の原動力で、デジタル時代に必要な教養を身につけるには読書が欠かせないといいます。この日はスマートフォンを使って来場者からその場で質問を受け付け、自らの本や図書館との関わり方を答えていました。図書館は好きなんですけど、あまり時間が取れなくて行く機会が学生の頃より少なくなったなと感じていたので、なんか偶発的な出会い求めてまた図書館に行きたくなりました。この駅前に新しく五尊文庫ができるということで、また行けるっていうのは嬉しくて、今日の落合陽一さんの開演を聞いてさらにまた行きたいなっていう気持ちが深まりました。駅の近くにできるので、やっぱり気軽にみんなが集まったすごい綺麗な開放的な空間になるといいなと思います。未来へ長岡に入る新しい図書館は、市民の声を大切にして本を選んでいます。実際その長岡のお住まいの本当に小学生から中学生、高校生、大学生、社会人の方などなど、いろんな方に集まっていただいて、で実際の本を手に取りながら、興味ある本もあればそうじゃないものも含めて、いろんなこう意見もこう集約しながら、こう選書作業というものをこう進めていきました。新しい本と出会える並べ方にもこだわりが。新五尊文庫のオリジナル その本の分類方法、今までのちょっと図書館の既視感みたいなものをこう超えた、そういう面白いこう本の連なりっていうのがこうご覧になっていただけるんじゃないかと思います。未来へ長岡には図書館だけでなく、さまざまな機能が入ります。小学生をターゲットにした新しい学びの場、そして中高生の居場所ティーンズラボ、歴史人物視点時、西館オープンの方には米百俵の展示を行います。そして産業振興の拠点として整備をすることになっております。幅広い世代の方に訪れていただきたいと考えております。未来へ長岡は7月22日に図書館の入る西館が先行オープンします。今後もですね、たくさんの市民の方に開館後訪れていただくために、本日のようなイベントでしたり学びの場の機会を提供して情報発信に努めていきたいと考えております。